はい、皆さんこんにちは。さっきの動画長かったですね。疲れましたね、見てると。ギャギャギャ、ちょっと待って。本当は春先に出すはずだった、家畜衛生な、何家畜が何羽いるかというやつを書かなきゃいけない書類があり、なんかね、1話からでもなんか書かなきゃいけないらしく、まあ書いていたんですけども、多分書いてない人たくさんいると思うんですけど、まあニワトリは家畜、まあそうやって決められているらしいです。そういう呼び名で家畜であり、ヤギも家畜であり、自分的にはね、本当にね、最近そこら辺が悩みどころで、このマーガリンとこのニワトリたちの差は何なのかっていう。犬は多分食べちゃダメっていう風に決められてて、で倫理観の問題でも犬は食べちゃダメになってるんですよ。食べる人がえってなるんですよね。やめろよってマーガリン。まあ本当にね、食べる、まあ動物、まあちょっと上川衛生保健所の方にちょっとね、まあ意地悪じゃないけど、実際問題どういうふうに思っているんですかっていうふうについつい聞いてしまいました。まあ聞いてもしょうがないんですけれども、それを仕事でやってるんで、別に管理する側のその末端、本当にただの枝葉の部分なんですけれども、まあ言ってもしょうがなく、けど実はこういうふうに言われたみたいな感じに思ってくれないと、なんでしょうね、答えないというか、なんかみんながおかしいよおかしいよとか意見しないと何も変わらないっていうか、多数決なので、まあバタリーケージで飼われてるニワトリ9割を占めております。9割占めてるってことは、9割占めてる人たちが9割が賛成してると、まあ世の中の9割の人が賛成していると。けど自分みたいにこう、それってなんかおかしくないっていう人がいて、まあ、その多分9割の中に何も考えないで、まあそれが普通で自然だから、みんなそうしてるからっていう、みんながそうしてるからそれになったってだけの人とかもいると思うんですよね。なんでしょう、生まれた時からそれが当たり前っていう、さっきのもそうなんですけど、それが当たり前だと、もうそれがまあ当然になって何の疑いもしないんですよ。で、誰かがこうやって言わないと、誰か言う方も言う方であって、まあ言う方もね、大変なんですよ、自分。批判も受けるし、そうじゃねえよ、みたいな感じで批判も受けるんですけど、言わなきゃわかんないっていうか、大人になってから、空やめて。せっかくみんなで砂浴びしてるとこ撮ってたの。大人になってから言われると結構ズキってくるんですけど、子供のうちに言うとあまり来ないというか、あまり来なくて、まあ子供のうちにね、あれなんだろうって思えたらいいんですけども、大人になったらもう考え方が固まってしまって、何も不思議に思わなくなってしまうんですよね。でさっき言ったのが、ちょっとおばちゃんとおじちゃん、私よりちょっと何個上、50代の方かな、50代の女性の方 と自分より、まあ、40代の男性の方が来られまして、とりあえずうちでは家畜は飼ってないよっていう話からしてしまい、突破に目から何喧嘩売ってんだ私と思ったけど、
ついつい、なんかね、もうね、日々もうね、疑問にね感じちゃって、最近ダメだなと思って。人間のために家畜とか動物とか生まれてきたんだよっていう人がいてね、あ、そしたら人間のために生まれてきたんだったら何をしてもいいの、食べてもいいし利用しても何をしてもいいのかよと思って。いや、まあそう、それがね、まあ多分8割9割を占めるとは思うんですけど、まあ、動物愛護の問題とかよりも、何でしょうね、なんか人間って発達してるじゃないですか、どんどん食べ物だってもういろんなもの作れているのにもかかわらず、この生きてるものを食う必要ってあるのかなと、まあ、生きてるっていうか、こういうふうに飼ってる生き物を食う必要あるのかなと。他のね、動物とかなら分かりますよ、動物とかなら、まあ、人間みたいに知能がそんなに高くないんで、まあ、高いかもしれない、高くないけど本能で生きてるんで、人間はなんかいろんなことを、自然を変えられる力も持ってるし、物だって食べ物だって今人工肉とかも作り出してるんですよね、まあ、ビーガンとかじゃないんですけど、自分ふと我に返ってみると、と思って、だから人間のために生まれてきたんだったら何してもいいの、え、じゃあ動物実験もいいんでしょって、首輪つけてなんかいろんな実験して、猿とかに、動物だからね、人間以下のものには何してもいいんだもんねと思って、何やってもいいと。どこまでやるかっていうのは、まあその人にとってはいいけど、その違う方にとってはダメな場合があるみたいな、ただそんだけですよね。あとそれを犬にするのか鶏にするのかでもなんか違ってくるし、犬を食べる文化があるところ、猫を食べる文化があるところ、そこでも変わってきますし、千差万別なんですけれども、けど何々はこうしていいっていうのはもう共通というか、公式ではなくて、共通とかでもなくて、もうその人その人のあれですよね、価値観ですよね、もうこればっかりは価値観で、育った時にどう思ってるかっていうか、育った時にどんな環境で育ったかって。ね、いやー、ほんと、あ、いい絵面だ、あの時にどう思ってるかなんですけどね。でソーシャルディスタンスのことについてもね、ちょっとね、ついつい話し込んで、どうせ昼だからいいべと思って話し込んじゃったんですけど、ニワトリさん病気が出る原因って考えたことありますかって話をして、それはなんかいろんな動物と接触することによってって言ってたんですけども、そうなのかなーって、野生動物と接触することによってそうなのかなー、あんなに抗生物質とあんなに殺虫剤ぶっかけられたら、そもそもの鳥の免疫力下がるよねって、確か A4 ぐらいの紙のところに2、3匹バタリーケージって入ってるはずと思って、上あれあれれって、生き物同士がめっちゃ密になっていませんかって、それでもそれがニワトリにとってとってもいい環境って言ってる人もいて、毛ないんですけど、そもそも生えてる毛もないんですけど、頭の毛とかもみんなでつつき合って毛もない状態のニワトリのことを見て、ニワトリにとって一番いい環境で育ててますって、まあ某ホームページでちょっと見たんですけども、自信を持ってね、その何でしょう、子供とニワトリが触れ合ってるところを全面的に押し出しているんですけども、そうじゃなくて
実際問題勝ってるのはバタリー刑事なんですよ。バタリー刑事でブワーって並んで飼育しているです。それが一番ニワトリにとって一番よくて、他の動物と、まあ、他の社会と遮断されて、まあそれしか知らないですよね、生まれた時から。そこ、まあ、ひよこの段階からもうバタリー刑事って入れられるので、ひよこのうちはいいですよ、ちっちゃいから。本当になんかいい感じでニワトリちゃん素直びしてる。これでね、あのバタリーケージではニワトリについてる虫を取るのに殺虫剤かけられるんですけれども、これでニワトリは自分についてる虫を落とします。虫とかね。でさらに多分新しい菌を入れるんだろうな。ほんとね、見てたら羽の中にまで入れて、ほんと綺麗好きだなニワトリちゃんは。でうち除草剤とか殺虫剤とかかけてないので、微生物自体が生き生きというか、悪玉菌とかより悪玉菌と多分良い菌、善玉菌のいい感じに中間的に混ざり合ってると思います。多分ね、思ってもそうやって思ってますね。だからこうニワトリの羽も綺麗だし光り輝いてますしね。とかどう、何してんのみんな。で空今毛抜けてる時期ですけど、小空自体の毛も綺麗になってますね。曲がりもブラッシングしてないんですけど、自分でこう舐めてそこら辺の地面にこすりしながら綺麗に自分でしてます。さっきの牛のこともそうだったんですけど、鎖でつながれていると人間がね、それをしてあげなきゃいけないんですよ。まあ人にこう肩叩いてっていうのを人間はここここって言えるんですけども、牛とかの場合頭つながれてどうやってここここって言うのかなと、ここが痒いよって言えるんでしょうか。痒いところに手も足も、てか本来なら、まあニワトリさん見てて分かる通り、首を回してっていうか頭を回して自分の痒いところを整えたりするんですよ。まあ犬もそうですね。犬も自分の顔を使って頭っていうか口を使って自分の体をきれいにするんですけれども、それってできるんですかね、つながれっぱなしで。でまあニワトリのバタリーケージの場合も、例えますとちっちゃなトイレの個室に5人ぐらい人を突っ込まれてて、そこで生活したらいいよみたいな、お腹減ったらご飯持ってくるよって、ご飯持ってくる、定期的にご飯を運ばれてきて、あみあみになってるからそこでうんこしても全部下に落ちるよと。そうなんだって。お風呂は入れないけど、体が汚くなったら虫とか湧いちゃうから、白い粉かけられたじゃないですか、外国に戦後日本が。それでもぶっかけるからみたいな、ぶっかけるからいいよねみたいな、いいんですかねそれいいんですかね。でそれがなんで許されるかっていうと、こいつらは家畜なんです。家畜であって、してちなみにあの犬とか猫とかでもそれをやってるところ実はあるんですけど、それは家畜じゃないからダメであって、さらに動物愛護とかが適用するんですよね。ねえ、動物の福祉みたいな感じで適用するんですけれども、家畜っていうのは絶対適用しないっていうか、人間も昔大航海時代って言われてますけれども、あれ大侵略時代って言って、もう寄ってたがってもいろんなところに侵略していって、まあどの人種かはちょっと伏せておきますけれども、侵略していって、人種というか、まあ血の気の多い人たちが集まってやってったんでしょう。
でも自分のところがダメになったからといっていろんなところを侵略し、侵略というか、まあ、新天地を求めて、して奴隷を捕まえて、奴隷じゃないですね、そこに住んでいた人たち、インドでもないのに、例えばインディアンとか、アフリ、で、インディアンはもう抵抗して戦って、奴隷にはならないで、もうめちゃくちゃ殺されたんですけども、日本でもね、その、鎖国、してた時にそれね、なんかあったみたいでね、日本でもそんな歴史があるんですよ。攻め入られたというか、ちょっとね調べると分かると思うんですけれども、まあその人たち曰くもう奴隷にしてるってことはもう同じ人間として見てないんですよね。で多分そうやってこれは家畜で、これはペットで、愛犬で、みたいなことを考える人って、その人たちと近いですよね、考え方が。近いというか、多分何にも考えてないと思うんですけども、家畜だからいいという、だからいい、家畜だからいいんですけど、じゃあその境界線、その明確な境界線というのは何っていう哲学的に考えると、多分考えるのが嫌になると思う。そのままずっと永遠繰り返すっていうか、あ、外敵だ、外敵だ、起きたぞ起きたぞ、あれ空見てきて、空見てきて、空見てきて、何があるか。まあそんなんでね、自分が生きてるうちにここら辺の謎をみんなで考えていくことができるのか、それとももう欧米化しちゃった考え方なので、もう家畜は家畜なんでしょうね。あの家畜は家畜だし、なんで社畜、よくあの子供たちが YouTube 見てる社畜という、まあ、こき使われてる、ブラック企業にこき使われてる社員さんですね。まあ、こき使われ続けて、もうダメだーってなるまで、体壊してダメだーってなるまで、こき使われ続けるのか。けど、その人たちも、その道しかないと思って、そこに多分いると思うんですよね。そこの会社を抜けても、どこもないだろうとか、会社辞めたらお金がないからどこにも行けないみたいな。そんな中でね、まあ本当に一つの選択肢しか与えられてない、一つの選択肢しか見れない状態でなってると思うんですよ。だからね、せめてね、この YouTube 見た人は考えてほしいなーって考えて、もし自分が疑問に思ったら、なんかその考え方をどん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 伝えていく。伝えないと分かりませんからね。伝えないと分からないし、もう本来の戦前の日本だったら多分分かってたと思うんですけど、分かんなくなっちゃった。ニワトリもあんなバタリケイみたいな飼い方されてなかったし、牛もあんな飼い方されてなかったんですよ。だから本当にここ数年、戦後70年、60年でしたっけ、の間に変わってしまったと。どうして変わっちゃったのかなと思ったら、本当戦争に負けた時にいろんなものが入ってきました。その時に変わってしまったと。人間の考え、心自体も変わってしまったんですけど、まあ変わってない人も中にはいます。あれけど、変わってない人もいるけど、あれって思ってる人もいます。あれって思ってるんだったら、せっかく生きてるんだから、なんかね、こう周りの方にちょっとずつ伝えていったらいいんじゃないのかなって。本当は日本ってこんないい国だよっていうか、本当はニワトリの飼い方あんな飼い方してなかったんだよって、もう動物の福祉っていうか、生類憐れみの例とか出してるとこですからね、本当に日本って。
実はね素晴らしい国なんですよ本当は。まあそんな日本にせっかく生まれたので、もし本当に気づいてなんか変だなと思ったら、変だなと思って声上げなかったら、ずっと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 そのまんまで進みます。黙認してるので、何も言わないってことは黙認してそれをいいよって言ってることになるの で、私的にはそれはなんかどうなんだろうなって思うので、発信、まあこれからも発信していきたいと思います。まあそんなんでいかがでしたでしょうか。鳥の砂浴び可愛かったでしょ。ひたすら撮ってました。本当綺麗なんですよ。もうちょっと近づいて撮りたいんだけどな。オスに怒られそう。すでにこんな感じでね、砂浴びしてるんですよ。みんなで。あと他も、いてて、木にぶつかった。あとの他のやつらは、草の中入って、なんかかんか探してます。本当おかしいなと思ったら声を上げてください。せっかく YouTube 1000人行ったので見てください。せっかくなんで、あたいが何言ってるか。あ、クワの葉っぱだ。これお茶にできるんだよね。まあ別に私はビーガンを勧めてるわけでもなし、なくベジタリアンを勧めてるわけでもありませんが、そもそも日本戦前はどうだったのかなーって、ここ数年でこんなに人の気持ちって変わっちゃったけどどうしてなのっていうのをちょっと疑問に思った方がいいと思います。どん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 このまんまだとおかしくなっていきますよ。気づいた頃には手遅れでスマートシティやスーパーシティにぶっ込まれて、みんな管理下に多分置かれますよ。誰かの管理下に置かれて。ねえ。いつの間にか働く奴隷になっていても知りません。とりあえず声上げてみましょう。おかしいなと思ったあれって感じのことをね、ちょっとでもね、周りに行ってみるとかね。食育でちょっと小学校とか中学校とか高校とか食育でこういうことを取り上げてみたりね、したりね。食べている動物って何なのかな、どういう育て方されているのかなって考えてみてもいいんじゃないでしょうか。にまがに、なんか今日はなんか喋りたかったから喋ったよ。喋った後の次の日はすげえ疲れるんだよね。まあ脳みそが疲れるだけなんでいいですけど。ああ、ここはここでいたのね、みんな。ほんと木の下が好きだね。あ、なんか何これ、トトロいるんじゃない。この茂みに潜ってったらまさにトトロ。今日2本も動画出してしまいました。お忙しいという方はここまで付き合ってくれて感謝いたしますね。えそーら、さて旦那が作ってくれた椅子にでも座って今日はご飯でも食べるかな。はい、まあそんな感じで終わりますか。さあ、タンボサボサだから私は映さないで。さあ、皆さん、今日も一日まだ後半戦なので、暑いですよ。へばらないで頑張ってね。まあ、昼は昼寝した方がいいね。ね、マガリン。じゃあ、バイバイ。バイバイして。バイバイ。バイバイ。